土佐市の専門職大学で入学式が行われました。88人の新入生が理学療法学や作業療法学について実技を中心に学び始めます。高知リハビリテーション専門職大学に入学したのは、理学療法学、作業療法学、言語聴覚学の3つの専攻の合わせて88人です。高知リハビリテーション専門職大学は、専門分野について実技を中心に学ぶことができる大学で、宮川哲夫学長は、専門職としての人間力を養い、世界で羽ばたく人材になってほしいと挨拶しました。幅広い世代に対して、全員に対して接していけるような理学療法士になりたいと思っているので、4年間しっかりと勉強していきたいと思っています。先輩方や他の職多職種の方たちと交流も深めて、コミュニケーション能力も高めて、患者さんを支えられる言語聴覚士になりたいと思っています。授業は今月8日からです。新入生たちは夢や目標に向かって4年間学びを深めます。